ホーフ。ホーフ。ホーフは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区の北東部にある軍、独立市である。この市は、フィヒテル山地とフランケンバルトの間のザーレ川沿いに、おけする。同盟の他の町や集落と区別するために、ホーフアンデアザーレあるいはホーフインバイエルンと呼ばれる、こともある。この市は、上級中心都市で、 ニュルンベルク大都市圏ネットワークに属する。ホーフ市は、以下の市区で構成される。ホーフ市は、周囲を、ホーフ群に完全に取り囲まれている。北から時計回りに、以下の自治体と境を接している。ホーフは、フランケンバルト、フィヒテイル山地、北トラントに接する位置にある。さらには、チューリンゲンの森、バイエルンの森、ボヘミアの森あるいは、 エレツ山地の主脈にあると見ることもでき、中引く山地的な性格の強い土地である。年間の平均気温は、摂氏7度以下で、ドイツ語圏の人口2万人以上の都市の中で、最も低い平均気温の町となっている。ホーフは1080年頃に開拓農地、レッケンゼとして創設された。この名前は、レグニッツ川にちなんで付けられた。この川が、ザーレ川に注ぐ。 河口付近に最初の家が建設された。この開拓地は1214年に初めて文献に現れる。その後、集落は丘陵地との境界まで広がり、アルトシュタットと呼ばれることとなる。戦術の文献には、豊富で最も古い境界で、市の出発点となったロレンツ境界についても言及されている。1230年頃、アンデクスメラニエン港。 夫一世が北部に四壁と諮門を持つノイシュタットと呼ばれる街を築いた。この街ははじめ、シュタット AM レジニッツホフあるいはホーフレガナッツ、いずれもレグニッツ川沿いの領地ノイと呼ばれたが、後にシュタット AM ホーフ、そしてシュタットツムホーフと呼ばれるようになり、最終的にホーフという名になった。ホーフでは四壁と諮門を持つ中世風の街が、 ノイスタット、新市街と呼ばれ、より古いアルトスタット、旧市街は、門の前に位置する。ノイスタットを通る最も広い通りは、ルートビヒ通りと呼ばれている。13世紀の終わりまで、豊富には2つの修道院があった。1373年に、バイダの大館から、ホーエンツォレルン家のニュルンベルク城白に豊富の支配権が移された。この市は、 ホーエンツォレルン家のブランデンブルククルムバッハ、辺境白領宮廷所在地の移転後は、ブランデンブルクバイロイト辺境白領の一部、ランドシェイプマンシャフト豊富となった。この時代の豊富の公式な称号、ホッチファー・ソリッチ・ブロンデンバーガ社ハウプチタット豊富、イムバグトランドット、ホクトランドにある、ブランデンブルク港の首都市豊富であった。1430年に、フス教徒が侵攻し、 ひどく破壊されてしまった。その後、このような攻撃から防衛するための射撃サークルが1432年に発足した。このギルドの毎年の射撃練習の日は、豊富の国民の祝日とされ、スリッパの日と呼ばれている、あるメンバーが慌てていて、スリッパのまま練習にやってきたという古事にちな名前。ブランデンブルククルムバッハ編脅迫、アルブレヒトアルキビアデスは、 1546年にギムナジウムを創設した。この学校はオーバーフランケン地方で最も古いギムナジウムでヤンパウルイコールギムナジウムと呼ばれている。1553年第二次辺境白戦争のため法府はニュルンベルク軍とボヘミア王国軍に包囲され占領された。1743年に法府城は焼け落ちた。この城は辺境白から任命された。 ランドシェイプマンシャフトホーフの管理人の居場であった。しかし城はこの火災の後、再建されることはなかった。ルート比ヒ通り十四番の建物に付けられた記念表は、今日も、辺境白時代を彷彿とさせ、ブランデンブルクの家と呼ばれている。1792年に、ホーフは、ブランデンブルクバイロイト辺境白領後と、プロイセン王国に属することとなった。 1806年、町はフランス軍に占領された。豊富を含むバイロイト工業は1810年にバイエルン王国に売却された。1823年に起こった火災は、ノイシュタットのほぼ全域を焼き尽くした。19世紀の終わりには、アルトシュタットが拡張され新たに多くの家屋が建造された。これは現在、ノイシュタットと呼ばれる地域にも及んだ。 1848年、ホ富フにバイエルンのルートビヒ南北鉄道とザクセンバイエルン鉄道が開業した。はじめホ富フ駅は市の中心部、現在の郵便局付近にあったが、1880年に主要乗り換え駅として市門から離れた場所に新しいホ富フ駅が建設された。1901年から1920年代の初めまでは路面電車が市と駅を結んでいたが、 その後は、市バスに置き換えられた。バイエルンとザクセンの国境の駅として、ホーフ駅はそれにふさわしい機能を備えていた。1945年、ホーフは空襲を受け、一般市民にも犠牲者が出た。戦後のドイツ分割によってこの市は、完全に周辺の街となった。気づいてきた北や東、すなわちチュ源、リンゲン、ザクセン、ボヘミアとの良好な結びつきは立たれてしまった。 モシェンドルフ地区には戦後難民収容所が設けられた。ポツダム協定により居住地から追われた難民たちが流入したために市の人口は膨れ上がった。ーフとその周辺地域には多くの新しい住まいが建設された。1989年の東西国境解放、1990年のドイツ再統一により形こそ変化したものの、かつての結びつきが復活した。 第二次世界大戦後の市長を順に列記する。豊フはビール醸造の盛んな地で12のビール醸造所が存在する。経済の重点は繊維、アパレル産業である近隣の豊フ軍、クルムバッハ軍及びバイロイト軍と共にドイツの主要な三大繊維産業地帯の一角を占める繊維工業地域を形成している。代表的な企業にテックスタイルグラップ豊富 AG が この他に、冷蔵庫製造、水中ポンプ、浄水設備、鋼鉄及び、軽金属部品などの工業分野がある。さらに、豊富には、市営の地域銀行、シュミット銀行があった。この銀行の持つノウハウは、特殊金融業、サービス業などに活用された。シュミット銀行は、2001年に大きな経営危機に直面し、銀行本体はその業務を解消した。 現在、かつてのシュミット銀行本社の建物は、アウクスブルクに本部を持つバイエルン州環境局豊富、事務所として用いられている。1990年代初頭から多くの輸送業者が進出してきた。さらに自動車産業の下請け業者集合体、ポールポジションが、豊富とガッテンドルフに設けられ、現在拡張されつつある。最も多くの雇用者、 社会保険加入義務を持つ従業員がいる企業がいる業種は小売業であり、医療、保険機関、繊維産業、輸送業、金融業がこれに続く、w w w b y l o i d i h k で参照。1948年から1994年までの間、抱負はドイツ民主共和国、旧東ドイツ南部に、 リアス放送のプログラムを放送する中波放送ラジオ局の所在地であった。送信アンテナとして高さ100メートルの2本の老朽化した送信塔が用いられていた。この送信塔は1995年10月に同時に破壊、撤去された。豊富にはバイエルンラジオ放送の中波送信書もある。この送信塔は 豊富のホーエンザースにある1999年までの送信周波数は 520kHz であった。この周波数は公式な中波放送体ではなく送信出力 200W の放送だけが利用できる。ビュルツブルグにも同様の帯域で同出力の施設があり中波電波の電波試験に利用されている。しかし現在のラジオではこの周波数帯は受信しがたく。 1999年以降は 729kHz に周波数変更がなされた。周波数が変更される際に新しい送信塔も建設された。この塔は74メートルの高さがあり、アーホルミングやドーネバッハの超波送信塔と同様、上部に鋼鉄の枠構造を有している。現在、豊富放送参加にはオイロヘルツとラジオギャラクシーがある。 この他に12時から18時の間に放送している独立のエクストララジオがある。豊富で特に際立っているのは特徴的なソーセージである。この町の旧市街にはホーファー、ベルシュトラーモと呼ばれる伝統的なソーセージ売りがおり、釜から直接ウィンナーソーセージ、田舎風ソーセージ、白ソーセージを足してマスタードをつけて売っている。 ホーフのソーセージとビールは遠くにまで知られている。ホーフは良質なビール。例えば、ビュルガーブロイ、ファルター、マイネルブロイ、シェールデル、セルトブロイの生産地としても知られている。20世紀の初めまでホーフには、十二のビール醸造所があった。ホーフの代表的な料理は、シュニッツと呼ばれるシチュー。特に、シュバンマッシュニッツというキノコのシチューである。ホファーアンツガーは、 ホーフとその周辺地域の主要な日刊誌である。この新聞は1801年にホーファー・インテリゲンツ・ブラッドとして創刊された。これはドイツで最も古い日刊誌の一つである。1968年以降、ホーファー・アンツァイガーはフランケンイコール出版グループに属している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。